有限会社大阪ユニオムの北村由司と申します。大阪府堺市中区にて学校制服、体操服、帽子、靴、給食エプロン等の学校医療の販売、会社制服の販売をしております。何か大阪市の商品お困りごとがございましたらご連絡ください。皆様の役に少しでも立てれば幸いでございます。どうぞよろしくお願いいたします。本日は11月の12日の金曜日ということですね。大阪堺の曇り、時々晴れということで、最高気温は12度、最低気温が1度、降水確率が 10% ということですね。ちょっと雲がね、かなりわーっと出てますけれどもですね、今日もひんやりしておりますけども、頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。もうなんか学校始まってですね、今週から始まってもね、火水木金、よかほどですね、立てますけどもね、生徒さんもね、そろそろ学校に慣れてこられたかなと思いますね。保護者の方もね、やっと、ね、火事のあれから解放されてね、給食とかでね、始まって、これからまた、いろいろご準備も大変と思いますけども、当店の方でもですね、新入学のですね、制服のサイズの、準備させていただいておりますので、またご要望ある方はご覧いただきましたり、お電話いただいたらいろいろお問い合わせいただいたら対応します。よろしくお願いします。で、あと在校生でですね、入学も高校入学される方とか、その2年生の方でちょっと小さくなったとかね、袖とか裾が短くなったとか、そういう方の、対応もしてますのでよろしくお願いします。あと小学校のですね、エプロン、帽子、体操服、給食エプロン、靴ですね、等々の、追加購入を対応してますのでよろしくお願いします。営業時間のはですね、10時から7時までの営業時間となっております。ちょっと2、3時バタバタしてね、ちょっと更新の途絶えてたんですけども、今日また更新させていただいてますのでよろしくお願いいたします。今日もですね、花金ということなので、皆様素晴らしい金曜日になることを祈りながら、今日も元気にいっぱい営業してますので、どうぞよろしくお願いいたします。